しい絵面で僕はやってほしいと思って、今日は皆さん、あの沖縄がどうやったらこれから発展していくかについて、この 1,2,3,4,5 名の美しい女性がですね、じゃあもう一回あの紹介しますね。ルイ姉さんです。どうもよろしくお願いします。今日は1周年おめでとうございます。ありがとうございます。これからも頑張ってほしいですね。はい、お隣にいるのは皆さん盛り上がってきましたね。クーラー止まったから、はい、隣にいらっしゃいますのがロビンソン直子先生、大きな握手を。先生の声、じゃあ先生の声を、はいはい、あ、皆さんこんにちは。もうなんか周りにも圧倒されてますね。もう若い世代素晴らしいです。私も今月でまた一つ年を。一回先生僕座っていい？座っていい？僕一回どうぞ。先生、皆さん見ましたよ、78歳やばいでしょ。俺が今まで見た女性の中で本当に一番若くて、でたまにね、ロビンソン直子先生見てたらなんか本当に少女に見える時があるの分かります？なんかね、分かるね。なんて言うの、そうそう、どっから絡んできたお前みたいな。ごめんなさい、お前なんて言うんですか。いや、本当に直子先生見たらでも少女に見えますよね。なんか動きなのか何なのかで、78歳のこんな方見たことある？今まで。何でしょ、逆立ちできる78歳。逆立ちできるよ。本当に。3時間ぶっても、ね、日本で唯一、ヨーギニーって言って、あの男の聖者はヨーギーって言うんですけども、女性の聖者は日本唯一のヨーギニーなんですよ。だから本当になんかこうエネルギーに満ち溢れていて、いつも常に。今日も2時間睡眠でいらっしゃってるって言ってました。4時間睡眠だって、2時間と4時間の遠慮する意味が分かんないでしょ。4時間でも十分すごい。4時間睡眠で78歳の野子先生がエネルギーに満ち満ちて、ちょっと野子さん、後で待ってちょっと話、一回全部通しますね。俺なんかそんなことしていいの？もう変なことするよ、はい、で隣にいらっしゃいますのが皆さん、福田キミコさんです。大きな拍手を。キミコさんはもうすごい有名で、予約が日本で一番取れない美容室をやってるんですよ。3年待ちでしたっけ、何年か待ちで、はい、さっきね、おっしゃったように頭皮を触るだけでその人の頭皮の回転からその人がどうなるか、やっぱあれですか、2年ぶりぐらいに会いますね、1年そうなんですか、京都 の、あのライブ以来の2年ぶりかな、やっぱ久しぶりに見た僕がこんな悲惨な髪型で今腹立ってますよ。最後編み込んでやったはずなのに、なんでこいつ最後悲惨なこんな髪型になったんだろう。絶対めっちゃ髪増えてる。髪増えてるこれ。で、ちょっと見てよ。髪を今触ってもらうと、俺がこれからどうなるかって全部わかんない。ちょっとだけ、キミさん触ってもらえますか。ちょっとだけ。これが頭皮診断。いや、皆さんで気になると思う。でもほら、絶対超髪増えてるってマミちゃん。ちょうど危ないところがあったんだよ。こっち全部危ないよ。常に剥げてる。ちょっと増えてる。どうですか、回転数はどうですか。嘘っぽいじゃないですか。本当なんですよ。すごいですよ。私も毎回本当に、ね、すごい人で、毎回それで、はい、これでその人の運命が本当に当たるっていうことで、でもこれごめんなさい、こんだけ宣伝しても結局売らさないといけないので、なかなか売らさない。そうそう、予約がもう本当に予約が取れない日本一の美容室。今日はなんか多分今僕触った瞬間見えたんだろうね、明日死ぬ的なものが。だから必死にこう今隠してるけども、その時は今感じてると思う。あ、みっちゃん今日で終わりかなみたいな。この後松山交差点で一人叱られるんだろうみたいな。そういうのがありますよね。じゃあ福田キミコさんですよ。松山にいらっしゃいますのが、もう知ってたけどね、フジロック作った人。いや、さっき聞いた。フジロック作ったタミさん。タミさんも4年ぶりぐらい、3年ぶりぐらいかな。いや、多分初回村になって、初回村のメモですよ。いや、今ちょっとあれなんですけど、あんまり見てないんですけど、お宅にお邪魔、下司のこんな人です、わかりました、なんかこういうすごい素敵なね。響き渡るような大きな声で泣いて